カラオケに逃げました。なんか画面がさ、スクリーンのとこしか開いてなくてさ、スクリーンめちゃくちゃスクリーンめちゃくちゃ見えてる。こんな、やばくない？近すぎない？このさ、角度めちゃくちゃブサイク。みんなありがとうございます。あれ、これテロップ見えてなくない？テロップしたんですけど、なんで？あ、できた。あ、危ない。あ、みんなありがとう。ちゃんとだるまも持ってきたよ。ありがとうございます。なんかどうしたらいいんだろう。こうしてめっちゃ、あ、こうやって、ここからこうやってすればいいか。こんにちは、こんばんはか。本当にめちゃくちゃ後ろが見えてしまう。なんかスクリーンか鏡かみたいになっちゃう、背景が。でもさすがにやばいから。あ、みんな誰もありがとう。ちゃんとお花も持ってきました。ちょっとずらしちゃうとあれだから。これはファンの方からいただいたものです。でも歌い出したらいい感じの角度になるかなと思って今ここにいる。すごい、周りのノイズがすごい。皆さん本当にありがとうございます。にイエーイ。なんか次のショールームも、ショールームイベントもなんかまたやるみたいで、すごくめちゃくちゃ期間短いと思って。でもやっぱまだランウェイ歩いてないから、ちょっと歩いて、ちょっと下手にねやりたいって言ったらね、あのね、やっぱりみんなの負担がすごいのでやめました。でもなんか一応ママにはなんかやるって言っといて、別になんか普通にゆっくりやればいいんじゃないみたいな言われたけど、やっぱりさ、あれじゃん、なんか配信しなかったら怒られそうだからやめた。なんかさ、ももクロさんのライブと福井のツアーのリハがめちゃくちゃ被ってて、あの、なんだっけ、配信期間に、だからできない、絶対できないと思って、なんか1週間ぐらいあるんですけど5日間ぐらいできないから、本当にやばいと思ってやめました。さすがに、さすがにやめた。だからこの静岡をね、みんなが2位にしてくれたので歩きます。女の子いっぱいだからみんな来るの恥ずかしいかもしれないけど、でも意外と前はいたよ。いたね、意外といましたよ。エゴさんとかがいたとき、いました、意外といました。まあまあまあ、来れる人は来てください。1月11日なので、そう、その日にね、なんだっけ、幕張メッセのついてエゴさしたら、結構ね、エゴさんとか宮村さんとかかのさんのファンの人が結構いて、わぁ、いると思って、すごいと思って、でもみんなもね、例えば来るってなるとめちゃくちゃ長丁場だから大変です。でも私はなんか楽しいこと、自分が好きなことだったからめちゃくちゃ全然立ってるの苦じゃなかったけど、ファッションとかわかんないって人はちょっと立ってるのしんどいかもしれない。教授さん、何これ、袋プレゼントかな、ありがとうございます。ということで何か歌います。でも音量やばいと思うからちょっと下げてきますね。下
げました。何にしよっかなって思ってる。でもなんかめちゃくちゃなんか声が変なの今日。だからなんかないですか。なんか何がいいかわかんない。なんかね、でもね、ここに座るとね、歌うときはいいんだけど、コメントが見えないんですよ。こうやってしないと見えない。めちゃくちゃ隣の人が歌ってる。SKE にしよっか。でも SKE、なんか本当にカラオケ配信しすぎて、マジで全部歌ってる。トレベルで歌ってる。このさ、なんかポン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 いうの嫌なんだけど。スケー知るきっかけは大和ダイヤモンドです。それでジュリアさんのこと知った。めちゃくちゃ、てかこうやって見るとめっちゃ目でよく見える。これはあれです、なんだっけ、待って、これ向き逆じゃない。これまあモニターみたいなやつ。え、なんかめちゃくちゃあるよ。私夕立ちの前がいい。これ今来た人何の配信ってなるけど、こちらはラウェイでファンの方からいただいたお花です。なんかここで見るとめちゃくちゃ赤っぽい。なんか最近赤好きだから、ちょっと赤っぽいピンク可愛いですね。私かすみ草好きなんですけど、まあ、レナさんの影響で。かすみ草みたいな花のめちゃくちゃ可愛いお花でございます。ここから見ると白と赤に見える。適当に歌います。なんか今日本当に喉痛い、はい、かすみ草さん呼ばれた気がした。確かに呼んだ。でもさ、ちょっとこれ音でかいかもしれないんだよね。予約しました。ロッキー音でかそう。あ、音でかいですか。Thank you.
遊びに行った時に着た服です。それだけ。いいです。ありがとうございます。本当にたくさん来てくま、来てくださった。今日の配信も。めちゃくちゃこれが当たる。バイ。ハントもたくさんありがとうございます。今日は全然そんなね、あれですよ、ギフトとか全然大丈夫ですよ。全然肩の力を抜いて、ただのこのゆるくなってしまうお礼配信を送ってください。なんかお礼配信とかしたことないからわからない、やり方が。どういうこと話すんだろう。なんかもう歌を届けることしかできない。歌をこちらは届けることしかできないですね。ちょっと何がいいかわかんないです。でもあれです。壇上になりたい方は全然お星様とか投げてくださっていいんですよ。なんかそう、礼拝師見たこともないけど。わからない。てか自分昨日明日握手会だと思っててめちゃくちゃ服決めてたのに全然違った。早とちめちゃくちゃお花の匂いがする。まだ枯れてないです。もらって昨日もらってきて劇場で持ってきて見ての通り、お水にまだつけてないんですけど、なんかドライフラワーにするにはなんかお水水分抜かなきゃいけないから、でもこの綺麗なままをさ保つにはやっぱりお花水につけないとダメだと思えるものです。聞こえてんのかな声、めちゃくちゃ遠くない？でも聞こえてるみたいだからいいね。これ紙ぐらいはないのかな。紙ぐらい、なんだっけ、線みたいな。なかったよ。本当になかった。ないですね。なんでないの？ゴディバのクッキーです。でも自分の取り忘れちゃった。自分食べてないだから、もう写真で
お礼の品だから自分は食べなくていいよね。でも食べたかった。忘れてた自分が食べるの。何ですか。何言ったらいいか分かんない。なんかクリスマスみたいな歌ないのかな、あとありがとうみたいな、ハッピーランキングとか、ラッキー総選挙じゃないし、you、yeah.
私ね、カラオケって歌わなくても点数入るらしいよ。入るって聞いた前。ちょっと上から言ってるんですけど、少ない。桜ばっか。桜の木だろう、桜の木だろう。桜色のそう、曲めちゃくちゃいいよね。どんな曲だったっけ。え、わかんない。私の前髪にそっと伸ばした。どんなメロディーは、サビしかわかんない。桜色の空の下のしかわかんない。わかんない、メロディーがわかんない。わかりますか、みんな。桜色の空の下で、これ十年桜のカップリングなんですけど、めちゃくちゃいい曲、マジで聴いてほしい。めちゃくちゃいい曲。歌えないな、多分。会場でしか聞いたことないです。私この曲好き。入れました。そうなんですよ。坂道も歌えない。みんな坂道知ってるのかな。みんなの曲だったらって感じ。すごい。この曲知ってたら神だよ。この曲はぜひ聴いてほしい。
You never lose it,
んだから知らない人多いかも。え、つまんないんですけど。え、始めるなって思んない。なんで？え、終わらせたい。これはね、多分ね、確かね、絶滅黒髪少女の劇場版のカップリングです。そう、書いてた、一緒。そうです、私もね、劇場版買ってるので知ってるんですよ。これ今ね、僕のラブさんが書いてる。スタ姫見てた、見てた、マジで全部わかる。48めっちゃわかるよ。めっちゃ好きだもん。このモニターね、時差がすごい。ねえ、隣の人めちゃくちゃ音でかいから本当に聞こえたらならこっちがバンされちゃうんですけど。ねえ、助けて、助けて、みんなすごいバンされるから歌い続ける。助けて、助けて。
隣の人音量抑えめになった。これはオーディションで歌いました、踊りました、だオーディションで踊りました、ドラフトの時。
めっちゃ古いの出てきた。歌えるかわからん。追いかけたくなるんだ。
みたいに。でしたね。ね。ね。皆さんこれあくまでもありがとうございました配信です。出演する機会ないと思うんですよ、ショールームに。わかんないけど、ここに入るかな。歯がね、ちょっと体重が重くて入りませんでしたか。ありがとうございましたっていうのを伝えたい。私はもし一人で配信していたらと思うと、やっぱり先輩の力がすごいと思いました。私は一人じゃ何もできません。夢の鐘、夢の鐘なんちゃらみたいな、この曲難しいよねダンスが難しそうで怖かった。ね、涙サプライズの練習もしなきゃいけないね。今度逆声帯頚痛らしいです。15日。私なんかね、あのスキーのさ公式サイトからさ公演の情報知るんですけどめっちゃ見て確認するんですよ、そういう子で。あ、マミアスプライズあると思って。いいですよ公演、誰が出るとか決まってないからわかんないけど、あれ受け身終わっちゃった。うん、めちゃくちゃ盛り上がる曲を発見してしまった。歌えるかは知りません。
みんな知ってそう。なんかめっちゃ有名だよね、この曲。なんかこの B ライブ、なんか全国学士会めっちゃ行ってて、いろんなグループのあ、なんかくまちゃんありがとう。全国学士会いっぱい行ってて、全国学士会で盛り上がりすぎて2回披露してたの、この曲。マジ楽しかった。ファンもメンバーも盛り上がれる曲だよね。でも SK に愛して選ぶっていう最強なね、コール&レスポンスの曲があるので、皆さんめっちゃいい。めちゃくちゃ SKT さん好きだった。すごい歌ってると思う人もだ。何ユキングアンチャラって日本名言ってると思う。何言っていると日本語名言ってる。あと1時間ですね。なんか、1時間経ったのか。1時間経ちました。どの曲だっけ。2時間もあるとさ、大変だね、見てる人。見てる人大変。Yeah.
ックはマジでめっちゃ当たった。わかんないけど、え、本人映像だよ。違う、誰かわからないで、
人歌唱と本人も歌ってるってこと？それやばいのか。高いな絶対。メガネってそんな高いの？全然季節違うけど。